はい、こんにちは。今日のタイトルは、三権合一の日本、裁判せず民主制を破壊する裁判所、裏金自民党を逮捕しない、裏金警察組織。 警察、検察、裁判官の本質的問題は民主性の本質的課題というタイトルでお話をしたいと思っています。今日は日本の警察、検察、裁判所に関する問題を取り上げたいと思います。最初に過去に私が取り上げた内容などを冒頭整理した上で、警察、司法、裁判所の実態を知るために、植草和秀先生のブログから、2024年9月19日の投稿、木原事件と財務公用者引き逃げ殺人について紹介します。次に ESF 独立言論フォーラムより9月25日に行われた元警察官で裏金問題を告発した千葉、えー、敏郎さんと木村編集長の対談の内容を少し紹介します続いて9月25日に開催された田中一郎先生の日本の裁判所はこうしたら変えられるという内容のプレゼンからいくつか裁判所の問題点とそれを改善するための提案を紹介します 日本は議員内閣制をとっており、議会の多数の政党が、えー、党首。 が、えー、行政の長である内閣総理大臣になることが常でありこの時点で立法府と行政府は一体ですさらに裁判所も行政の傘下にあることから実態としては三権合一の状態にありますよって大統領制ではない現在の日本も内閣総理大臣は国内的には極めて強い権限を保持する状態になっているということが植草先生の日本の独立において、えー、記載されています政治行政司法の三権は 法律の枠内で活動するということを国民から、主権者である国民から委託されているに過ぎないわけですが、法律の優先順位としては憲法、法律、政令、省令などの規則があり、また公序領属などの法の一般原則や過去の判例などに縛られて行政、司法が行われている必要があります。ところが、 統治行為論によって司法は実体的に憲法を無効化し、基本的に裁判においては憲法判断を裁判所は避けます。これ自体が司法の自殺であると思われます。それでも法の一般原則である公助両続などを軸に何が社会的公平か正義かということを裁判所は判断すべきで,であると思うんですがあらゆる裁判は訴訟テクニック協議になっており、 公平や正義、真実ということが軽視されているのではないかと私は感じていました。裁判所は個別の法律がないから守るべき法益がないとして、えー、公益を裁判において保護し,しないような傾向があります。よって私は、えー、この日本国独立宣言論において公益保護法という法律の制定が必要であること、売国法の一括廃止法が必要であることをお 主権者命令という形で提案しています。また、裁判運営についても大きな疑問を持っているために、地方の独立と裁判官の独立、公平迅速な裁判運営という当たり前の提案もしています。このことは後半の田中一郎先生の資料と合わせて解説しますが、大問題は、そもそも裁判所が裁判と呼べるもの、 口頭弁論をちゃんと行っていないという問題があります。書類やり取りと次回日程の調整を行うのが口頭弁論になっています。無駄に長い書類を作り、無駄に時間をかけて無駄な裁判をしている。これが日本の裁判の実態だと私は思います。外国傀来政府を解体する際には、国会議員や高級官僚だけではなく、裁判官も大きく入れ替える必要があると思われます。世襲議員がおかしなプロレス政治をやっているように、放送会のおかしなルールによって、 一般的な論理や一般的な生活感から離れた裁判運営がされていると私は思うわけです。その意味で、極めて一般的な論理によって大井原発を止める裁判の判決を出した樋口秀明さんの論理展開が適切だと思います。これは以前動画で紹介した内容になりますが、えー、もう一回この論理展開を説明します。1原発事故のもたらす被害は極めて甚大。 二、それゆえに原発には高度の安全性が求められる。三、地震大国日本において原発に高度の安全性があるということは、原発に高度の耐震性があるということに他ならない。 4我が国の原発の耐震性は極めて低い。5よって原発の運転は許されないえ。ここに非常に専門的な知識などなく、このような簡単な論理展開で裁判の結論は導き出せる、そうすると何回も何回も口頭弁論を経なくても、事実、真実に基づいて、このように素晴らしい判決が簡単に出せるというふうに私も考えるわけです。 さて、上草先生のブログから、木原事件と財務公用者ひき逃げ殺人という投稿を部分的に引用させていただきます。リンクを貼りますので、原本を見ていただきたいと思います。2024年に解決しなければならない重大、えー、最重要事件の一つが木原事件。木原誠治自民党幹事長代理の妻、 の元夫が2006年4月に東京都文京区の自宅で死亡した事案警察え警視庁大塚警察署は元夫の安田さんの死亡を自殺として処理したが真実は他殺である疑いが濃厚だ殺人事件だとすると殺人犯人が存在する死亡した安田さんの遺族が警察検察に対して真相解明のための捜査を求めている事件については2018年に再捜査が行われた捜査を担当した警視庁総裁 一家の佐藤警部補当時は事案は殺人であることを実名で証言している殺人事件であるなら警察検察は適切に捜査を行うべきだところが警察検察はこれまでこの殺人事件を自殺として処理してきた殺人事件を自殺として処理することは殺人犯人を無罪放免にし野放しにすることを意味する法治国家ではこのような対応が許されるわけがない殺人の実行犯ではないかと疑われている人物は事件発生当時現職のさえ警察官だった このことが事件捜査を鈍らせている衆院となっている疑いがある。日本の闇を象徴する事件の一つである。そしてもう一つの内容ですが、本日6月あ、本年6月20日の夕刻、東京長田町の国会議事堂近くの道路で横断歩道を渡っていた男性が乗用車にはねられて死亡した。亡くなられたのは団体職員の大野さん。えー、搬送先の病院で死亡が確認された。乗用車は財務省の公用車。運転していたのは公用車の運転 委託されているる企業に勤務す能畑容疑者とということですね畑容疑者はひき逃げなどの疑いで現行犯逮捕された。容疑者が運転する財務省公用車は大野さんをはねた後そのまま走り去り、首相官邸前を右折した後と、別の車を避けようとして衆議院第1会館近くの路上で横転した。その後引き 駆けつけた警察官によって現行犯逮捕された。ひき逃げ殺人は凶悪犯罪だ。公判が請求され、真実が明らかにされる必要がある。ところが、東京地検は9月13日、ひき逃げ殺人の実行犯とみられる能畑容疑者を不起訴にした。容疑えー 不起訴になることはあり、凶悪犯罪の典型例の一つ、不起訴になることはありえない事案である。真相は明らかではないが、大野さんが財務省の不正を暴こうとしていたのなら、大野さんが意図的に狙われ,た殺、えー、狙われて殺害された可能性も浮上する。えー、はっきりしていることは、ひき逃げ殺人事件の犯人を不起訴にする理由が全く見当たらないこと。この国の闇は尋常ならざるものに転換している。 さて次にここから、裏金問題は、冤罪の最大の恩床、警察内部の腐敗との戦いということで、えー、ISF 独立言論フォーラムで、千葉敏郎さん、元愛媛県警の警察官で、元阿久根市副市長として、えー、ご活躍された千葉さんの内容の動画の内容です。 えことを一部紹介します。この動画のリンクは説明欄に貼りますが、えー、この動画上中継を見て私がツイッターにつぶやいた内容を読み上げます。1、裏金作成拒否を貫く通す,トラ通す警官はほぼいないこと。裏金作りが冤罪の温床ということで、ほとんどの警察官がこの裏金を作るための書類を書かされているということです。2、警察の裏金は捜査のために、えー、捜査のためや組織維持や のためではなく警察キャリアなどの幹部が私腹を肥やすための裏金である自民党と同じなんですねと国家公務員総合職旧国家一種は即刻廃止すべき えー、3警察だけではなく検察裁判所にも裏金があるとこれらの裏金を内部告発しようとすると命を狙われる警察官になって23年すると裏金作りのための書類作成をするように命令されほぼ全員が裏金作りに取り込まれるということですそしてこの裏金作りが冤罪の温床になると専務さんは指摘しています警察と検察は構造的に冤罪を起こすという危険性が高く検察が明らかな犯罪を起訴せずに逆に冤罪を起訴する そして裁判所はまともな裁判をしない。これは民主制ではないと私は思います。2024年5月14日に私はこのような動画を上げました。植草和秀先生長、日本の独立、全近代の警察、検察、裁判所制度、戦前からの秘密警察主義が、えー と、米国支配の組み合わせによる民主性破壊、司法改革急務という動画です。いかに素晴らしい政権を作っても、メディアと検察が簡単にこの政権を破壊できるような状態を根本的に変える必要があることを私は指摘をしました。さて最後に、田中一郎先生の日本の裁判所はこうしたら変えられるの紹介をしたいと思います。田中先生は9月4日のガーベラの風の集会においては、温暖化の嘘についてご講演をしていただいた先生になりますが、 裁判を活用した市民運動についても数多く関わられているようで、その講演を聞いて感じた内容は、私が今まで感じていた内容と同じでした。ここでその 裁判の問題点を列記しますが、この裏返しが裁判所を変えるための改革そのものになるわけです。まず一つ目、さっき、冒頭に言いましたように、裁判所は口頭弁論、口頭でのやり取りをちゃんと行っていない。つまりは裁判をしていないに等しいという根本的な問題があります。裁判はテレビドラマでしか行われていないということです。国民の権利を守るための裁判ではなく、国民を縛る拒絶司法と呼ばれる司法体系になっている。撮影を許さない裁判所の この秘密裁判という形態をとっており、密室で何が行われているのかわからない。進行協議を入れることで、さらに密室主義を徹底している。つまり、我々が傍聴する裁判ではなくて、進行協議という進め方の相談を見えないところでやってしまっているということです。この間のワクチン被害者訴訟においても、進行協議を入れましょうと裁判長が言っていました。裁判記録を、えー、正しく保管したり、えー、せずに、勝手に破棄。 もしたりしているということです。事実を見極める法律の適用による決着ではなく、伝言ゲームによる和解を行うことで法の適用を放棄しているとも見れる。裁判官が国民の利益を損ねている側の弁護士事務所に天下りを行うということがあるそうで、利益相反となり公平な裁判ができない。裁判官ですら天下りをするということですね。裁判官の声がそもそも聞こえない。そもそも会話をまともにやろうとしていない。傍聴人に聞こえるように話そうとしていない。マイ。 当たり前ですね。このようなことができないのであれば公務員失格ではないでしょうか。傍聴人の服装に文句をつけるなどの人権侵害を裁判官が行うことがあると。憲法64条が規定する裁判官を罷免するための弾劾裁判の制度をより、えー、柔軟に運用できるように改める必要があると。違法な裁判運営を行った者は退職後であっても訴えられるようにすべきである構成員を。弾劾裁判の構成員を国会議員ではなくて他の人にすべきである。えー 弾劾裁判で有罪となった裁判官は退職金を返還させるべきである裁判官を原告、えー、裁判官を原告もしくは被告が申し出て裁判官を変えるという裁判官寄避制度というものがあるそうなんですが、この寄避制度の運用で争っている間は実際の 大元の裁判を止めるというふうな運用などが必要だということを田中先生は言っていました。それから、裁判オンブズマン制度を設けて裁判を監視する必要がある。まあ、我々がこう傍聴しに行ってこの裁判官がどんなことをしているというのは監視するというのもそうですけど、もっと制度上を裁判オンブズマン制度というのを作るべきだというふうに田中先生はおっしゃっていました。さて、えー、私のこの日本国独立宣言論、私は独立を宣言するの中の、えー、後半の主権者命令の中から、えー 政治体制に関する条項というところに司法改革のことも書いているので、ここを読み上げさせていただいて、今日の締めにしたいと思います。三権分立を実質の伴うものとするために、司法権の独立を確立するため、裁判所への行政権からの指揮監督権を排除する。刑事訴訟における裁判員制度を廃止し、民事訴訟、国家賠償請求訴訟において裁判員制度の導入を検討を行う。これは田中先生も全く同じことを言ってました。公平で迅速な裁判を実施することを徹底し、事実に基づいた公平な裁判を取り行う。 裁判所は口頭弁論にて原告被告から正しく意見を吸い上げ議論を行い真実の探究を行うものとし書類のやり取りだけで中身のない裁判方式を排除する書類のみの裁判しかできない裁判官は罷免するこれは口頭弁論をせずに裁判をしていない実質的に裁判をやっていない裁判を 実質的な裁判に改めろということを、えー、私も書いていたということです。個別法規がなくても憲法の趣旨と独立宣言のこの文言を根拠として公益保護を第一に考えた判決を行うこととする。またこれを確実ならしめるために公益保護法を制定する。日本国独立宣言や日本国憲法を加えて全項に述べた公益保護法の趣旨に反する。売国法については売国法一括廃止法を制定し、これらを一括で廃止するものとする。売国廃止一括法に列記された法律については、 一定の期間、3ヶ月程度を経て、当該法律が施行される前の状態とする、えー、主権者命令が規定している売国法は以下のとおりである、消費税法、水道法、移民法、種子法廃止法、改定飼病法、コロナ茶番法制における新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部、郵政民営化法などである、推定無罪の原則に基づいて、不当な逮捕、不当な交留を、えー 排除する。警察、検察による人権侵害を徹底的に排除する。合理的な根拠なく、自白だけで有罪となることはないという原則を徹底する。失墜しきっている司法への信頼を取り戻すべく、裁判官はすべからく何者にも縛られず、法律と真実に基づいて国民の基本的人権の保護、えー、公益保護のために真摯に司法業務を遂行するものとする。ということを、主権者命令として提案させていただいております。今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。